喧嘩してるのはちょっと見ました。東海オンエアさんの中の奥さん、メンバーの奥さんとのリーダーだっけ、なんかすごい揉めてるのは見ましたけど、すごいよね、ネット上であんな喧嘩をするんだっていう。綾南さんだっけ。でもまあちょっとその夫婦喧嘩とかグループ喧嘩に俺が入る意味合いってなくないですか。で、知らないから言えないよ。言ったら俺が亮さんの奥さんがいろいろといろんなことをコンビ間の中でしか知らないようなことを発信しちゃうから、それが嫌だっていうことでしょ。まあそれは確かに嫌だけど、でもだからといって亮さんの奥さんのことを俺悪くは言わないもんね、ネット上でも。そう、あと詳しくないからいろいろとちょっとわからない。東海オンエアの所属事務所がなんかしてんじゃないの、はい、そんなに解散の危機まで行ってんの。いや俺東海オンエアは好きなので解散しないでほしいな。まあでも、まあこの時系列見たとてね、まあでも、まあこの夫婦喧嘩には立ち入らないっていう風にしてるので、まあ、グループの喧嘩がね、グループの喧嘩だけだったら、まあグループとかって大変だよね。でも、まあ、俺もグループやってるんで、その観点では喋れるけど、そのグループの喧嘩とか夫婦の喧嘩とかってあんまりこう嫌だろうしね、入られても何にも知らないくせに言うなよってなるだろうから、ちょっと見守りたいと思いますね、経緯を。ただ東海オンエアは好きなので、なんか解散っていうのはちょっと気になるな。解散しないでほしいなって単純に思いますけど。チャンネル登録よろしくお願いします。